はい、ということで皆さん、こんにちは。くしゃねえです。よろしくお願いします。ということで、イベントお疲れ様でした。最後の2時間ぐらい結構やったわ。まして。今回はね、ちょっと、普段よりかはポイントを入れましたので、ぜひぜひね、ランキングの方をね、お楽しみください。僕も、結局何本ぐらいやったのか覚えてないんで、最後の2時間ぐらいなんかほぼランキング見てないんでわかりませんけども、まあ、普段よりかは真面目にやったかなという感じでございます。ということで、今日はね、特に何も来てないけれども、昨日かな?なんかこんなシンデレラのライブかな?ライブビューイングがありますよっていうのがあります。ガシャ行きまーす。ということで、ちょっとね、いろいろ考えてはいたんですけれども、今日はですね、まあ、どうせならということで、この3つのガシャあるじゃないですか。まあ、この3つを全部ね、1回ずつ引こうかなと思います。この無料1回と、あと納税かな?納税で1回1回ずつね、引こうかなと思います。まあ、今日だけかな?まあ、明日が動画のネタ的なかったらまたするかもしれないですけども、あんまりね、その、優勝したジュエルもね、使いたくないので、その、またね、2500個でね、この前、今回みたいなね、ガシャがね、引けるかわかんないんで、とりあえず今回は、動画のネタ的ないので、3つね、全部1回ずつ引こうかなと思います。あ、すいません。スペシャルの、限定 SS レアが当たるガシャなんですけども、昨日のね、10時か11時ぐらいに上げる予定だったんですけども、ちょっと寝落ちしちゃってね、気がついたら5時でして、10時過ぎぐらいに編集してて、で、はって起きたらもう5時でして、で、ちょっとね、結局は朝の7時ぐらいかな、上げたんですけども、今ね、見れますので、ぜひぜひね、ご確認ください。まあまあ僕の中ではいい当たりだったなと思ってるんで、ぜひぜひね、チェックしていただけると嬉しいなと思います。ということで。じゃあね、一回ずつね、引いていきましょう。まずは無料から。無料でね、こちらのね、アイディアを当てたいと思います。いきます!はい!はい。ほい。お、森久保でーす。はい、ということで。こちらのガシャは森久保でした。じゃあね、こっちのね、眉の方のガシャですね。みんなと一緒にハッピーハロウィンガシャの方の納税を引きたいと思います。では行きます。はい。ほい。さあ。お。さあさあさあ、高峰ノアさんですね。今ね、クールクールと続いてますけども。さあ、三つ目でございます。シマムーとニナのガシャでございますね。ほい。では行きまーす。納税を引くぜ。はい。だと思ったもん。今ゴリゴリ入ったからね。え、嘘やろ。嘘。持ってない。あざっす。やった。こう来ちゃうんですよね。僕はね、こういう時ね、SSR 出るんですよね。いや、持ってるね。やっぱり納税ですね。で、あとはまあやっぱりね、配信者としてね、実況者、やっぱりデース実況者としてね、やっぱ持ってるものが違いますね。本当にね、さすがっすわ。ゲットしました。楓さんです。カデさんはね、ポテンシャル結構振ってますのでね、結構嬉しいな。まあ、このサポメに入ってくれるので、普通にありがたい。ちょっとね、今回のイベントでね、クールの曲とかやってましたけども、ちょっとね、スコアがなかなか出なかったので、まあ、この辺のね、工場のね、サポメがね、これ確か、全体的に捨て高いのかな?わかんないけども、全アピールなんで高い。あ、そうですね。これクールアイドル全アピールが 30% アップなんで、まあ、その全体的に高い、アイドルでございますので、ポテンシャルでね、ポテンシャルで、サポメンで、まあ、しっかりとね、入ると思うので、ポテもね、そこそこ振っていますので、とても嬉しい。いや、普通にありがたい。だと思います。ということでね。いやー、たまにはね、こういう風に納税3回ね、3回2回か、全部ね、引いてみるのも、楽しいなと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、そして、グッドボタン、よろしくお願いします。では、バイバーイ。